ライブ配信をさせていただきました。カプレ調査鈴鹿店なんですけれども、まだまだ紹介が足りなかったなということで、少し、お店の村山さんにお話を伺いたいと思います。村山さん、今日ありがとうございました。ありがとうございます。ね、こういう中でライブなかなかできなくて、今日は本当に貴重な機会となりました。ありがとうございました。皆さん楽しんでいただいたようね、はい、本当に良かったですね。今日ね、私終わってから、本番終わってから、あの本番中も言いましたけど、これ食べました。どうでした？あのね、歯応えが、はい、なんていうのかな、もちもちってした食感と、うん、はい、すごい美味しかったです。はい、もうこれね、ぜひ皆さんにもまたね、あの、ね、食べに来てほしいなと思うんですけど、夏の時期だけのものなんでね。そうでしょう、はい、時期ものもう一つだけいきましょうか、はい、じゃあこれご飯にかけちゃいましたね、はい、このシリーズ玉ニンドン、これもね、はい、あの今日のスタッフさん食べてもらったんですけど、はいはい、どうでしたかね。きっと美味しかったはず、後で聞いてみようと思います。はい、お願いします。さあ、そこで村山さんからこれちょっと皆さんにご紹介いただけませんか。はい、はい、カプリチョーダ鈴鹿店では、やっぱり今こういう時期なので、ちょっと外出を控えていたり、カプリチョーダの味が食べたくてもやっぱりお店に来るのをちょっと控えていらっしゃる方たくさんいるかと思います。そんな方のためにピザもできますし、一品料理もパスタも全てあのテイクアウトでご用意しておりますので、ぜひあのこちらお電話いただければ、事前にお作りして、もう会計だけですぐお料理をお渡しするという形で、あのお店の中に長くいなくてもお渡しできる環境となってますので、ぜひこちら、はい、あの一度連絡いただければ試してください。そうですね、お願いします。できますので、はい、お店の方でお待ちしてます。はい、はい、さあ、そんな、今日のライブさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん、カプリチョーザ来てくださいね。はい、来てください。はい、